さてマイナビジャパンビーチバレーボールツアー2021第1戦立川立飛大会、本日第4試合になりました、男子の試合をお届けしてまいります。この第4試合ですね、永井丸木ペア対西村柴田ペアの戦いです。さあまずはじゃあブラックトップスの、永井丸木ペアからご紹介させていただきましょう。1番の永井優太選手ですね、2017年の愛媛国体、そして2018年のツアーファイナルなど決勝に進出している実績を持った選手です。非常にこの、ね、大舞台であればあるほど精神力そしてテクニックを発揮する非常に、ね、ポテンシャルの高い選手です。そして、ナンバー2は丸木ナシム選手ですね、インドア試合はこの慶応大学のバレーボール部のキャプテンの経歴もある選手です。豪快なスパイクなどなど非常に、ね、この迫力のあるプレーで会場を盛り上げますと語っています。この丸木ナシム選手は194センチ、この永井丸木ペアは先日行われた川崎マリエンシリーズ第1戦で優勝をしています。暑い日差しが届く中今シーズンの開幕戦を迎えました。マイナビジャパンビーチバレーボールツアー2021立川立飛大会、永井丸木ペア対西村柴田ペアの一戦をお送りしていきます。解説は日本バレーボール協会ビーチバレーボール協会委員長の河合親さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずこの戦いどういうところ注目されますか？そうですね、ベテラン大ベテランの西村選手、身長は低いんですけども、テクニックと駆け引きで、もう本当に戦術に長けているチームと、そして若い丸木選手がどこまで立ち向かえるのかというところが、注目していいところだと思います。はい、ベテランに対して若手がどこまでやれるかというところも注目ですね。はい、それでは本大会主催である公益財団法人日本バレーボール協会とツアー冠協賛株式会社マイナビ沢との取り組みをご紹介いたします。国内最高峰ツアーを全プレイヤーが目指すべき夢のある舞台へ成長させるため、株式会社マイナビ様のご協力により賞金額を増額しております。またツアーの競技レベルをさらに高め、より世界につながっていく大会とすることを目指して、マイナビワールドチャレンジプロジェクトが導入されました。株式会社マイナビ様のご提供によりツアーの前半年間それぞれのチームランキングポイント上位男女各2チームに国際大会へチャレンジするための支援として、マイナビワールドチャレンジ賞賞金100万円が授与されます。国際大会で活躍できる選手を今後さらに多く日本から輩出し、さらに東京オリンピック以降の次世代がビーチバレーボールにチャレンジしたくなるような魅力的な大会を目指したいと、日本バレーボール協会と株式会社マイナビ様の思いが合致したことから実現することとなりました。ぜひ今後の取り組みにもご注目ください。まもなく男子の1回戦が始まります。背番号1番永井優太、背番号2番丸木ナシム、この高いポテンシャルを持っているペアと、背番号1番西村浩一、背番号2番柴田大輔、この年の差が21歳あるというペア、この2組の対戦となりました。いや本当楽しみですね。そうですね、年の差が21歳あるって今改めて聞くとすごいスポーツですよね、本当にね。西村浩一選手が47歳、そして、柴田大輔選手が26歳ということになります。でこのペアなんですけども、今年で3年目ということなんですね。はい、これ河合さんから見られてどういうペアですか？はい、そうですね、西村選手身長はないんですけども、機動力、あと戦術、いろんな部分ではビーチバレーに長けている選手です。そしてある程度高さのある柴田選手が前でブロックをして、ディフェンスで西村選手が守ると、非常に均一の取れたいいチームですね。はい、柴田選手のブロックというのも注目して見ていきたいと思います。そして丸木ナシム選手も本当に最近は注目されてますよね。そうですね、まだビーチバレーを始めて間もない選手なんですけども、やはりもともとのポテンシャルの高い選手、関東の六大学一部のね、チームのキャプテンエースやるぐらいですから、バレーボールのポテンシャル高いですからね、非常にビーチバレー界でも楽しみにしている選手の一人です。慶応義塾大学のバレーボール部のキャプテンを務めていたというこの丸木選手です。はい、それでは選手をご紹介します。
ビーチコンディションで言いますと、はい、どういうふうに見ますか。そうですね、あの午後にあのお昼にかけて風が少し吹いてきまして、あの、まあ、私たち向かってあの、まあ、追い風、あ、向かい風というんですかね、はい、あの多少風が吹いてきましたね、はい、画面手前側が風下で、風下になりますね、はいはい、まあ、このビーチバレーという通り、まあ、風下が有利と言われています、はい、そうですね、あの、まあ、あの同じような実力であれば風下にいればもう全然楽勝で勝てるっていう、あの本当に面白い距離ですね、はい、ボールに風が当たって、まあ、伸びる落ちるっていうところも面白いところですよね、はい、またそれを、ね、うまく利用できないとなかなかあの、ね、勝つこともできませんので、どれだけその、まああのね、すぐ変わる風の中で、あの、まあ、感覚をすぐ変えられるかというところも重要になってきますよね。西村選手のサーブで試合が始まります。ナイスタッチ拾いました柴田、はい、ナイスここはブロック。マルキナシム、まずはこのファーストポイントを奪ってきました、はい、いきなり出ましたね、やはり高さがありますね。そうですね、あの、まあ、身長もあるんですけども、あの手足長くて、あとはジャンプ力がありますよね、はい、194センチあります、マルキ、はい、ここは技ありを見せてきました。そうですね、今のもね、わざとあのタイミングをずらしてね、当たり損ないのようなスパイクを打ってますよね、はい、強打ではなく、そうですね、あの、まあ、強打ももちろんものすごい強打打てるんですけども、はい、これはどうでしょう。ここはわずかにアウトになりました。ギリギリいっぱいいっぱい、わずかにアウトです。このマルキ選手のサーブにも注目ですね、はい、ワンブロックですけどもジャンプサーブが、はい、打ってますね。ここはチャンスになる、そのマルキ、ここはアウトです。強烈ですが、いや、西村選手がね前にいたんでブロック飛んでちょっと苦笑いしてましたけども、あのやっぱ飛ぶことでね、背が低くても相手に 見せられますので、あの効果的ですよね。プレッシャーを与えていきました。ふわりとここは入っています、はい、できました永井優太。永井選手もあの、まあ、プロの選手ではないんですけども、あの非常に経験豊かで、あのいろんな試合に出てね、いろんなペアと組んでますので、うまいですね、今のこなし方もね、はい、乱れたところのこなし方、はい、ここはしっかりと西村後ろに落としています。やはりこのあたり西村選手冷静ですよね。そうですね、相手よく見てね、あの、まあ、ちょっとお互いにあのサーブがまだ序盤なので弱いのでね、レシーブがなかなか崩れないですから、いい形で打ってますよね。ここは奥狙いましたが、ラインに割りました。ここでコートチェンジとなります。このビーチバレーという競技、両チームの合計得点が7の倍数でコートチェンジということになります、はい、あの意外とあの、まあ、バレーもビーチバレーもそうなんですけども、リズムのある競技で、あのこのコートチェンジをするってことがね、リズム変えるようなところもあるので、非常にあの、はい、普通のバレーと違って面白みのあるところだと思います、それが、はい、ここはマルキ選手サービスエースを奪っていきました。風下からですからね、思い切って打ってますね。ナイスサーブ、ここもサービスエース、連続ポイントマルキナシム、はい、あの昨年秋 あのこの同じツアーのこの大会で、あのワイルドカードであの選手と出たんですけども、その時はあのあまりあの、まあ、緊張したせいもあるんでしょうけども、力を発揮できずになんかこう守りに入ったようなプレーをしてたんで、そういう若手選手は選べないみたいな話をした、試合終わった後にしたんですけども、はい、今日は思い切ってやってるんで、あの非常にいいと思います、はい、勢いがありますね、ね、はい、マルキ選手バレー歴はまだ2年目ということですが、そうですね、ビーチバレー歴ですね、はい、この日本トップクラスのポテンシャルを持っています。そうですね、あのやはりあの、まあ、お父様があの海外の方でね、あのやはりあの能力高いですよね、やはりね、はい、父がモロッコ人でハーフということですね、はいはい、
そして、まあ、この第1セット序盤振り返りますと6対3でまずはこの永井マルクピアがリードと。そうですね、ということになってます。はい、あのコートチェンジしてグッドサイドに、ね、マルクピアが来ましたので、あのいい形でサーブが入っていますからね、ここ もう連続得点のチャンスですよね。またあの西村ペアもいいところでタイム取りましたね。あのやっぱ連続失点しているときに流れを変えるためにやはりあのタイムを取るのかサングラスを拭くのかとかいろいろなあの、まあ、あの時間の取り方があるんですけどね、ここはあのタイムを取りましたね。はい、まあ、この後の展開楽しみです。はい、あのこういうパターン多いんですよ。あのタイムアウト後のサーブミスですとか、あとコートチェンジ後のサーブミスですとか、やっぱりあの西村選手うまいところでやっぱタイミングよくさあの、ね、相手の流れを変えましたよね今ね。ここはいい形でポイントを取りました。うわー、旗がい、ここは素晴らしいですねブロックのいる方に強打打ってますからね、ブロック破っていきました、はい、あのパワーですよね。そうですね、高さとパワーですね。今度は長いナイスショット、ここはブロックアウト。もう本当微妙なとこなんですけどね、あのギリギリ あの指先を狙ってね、はい、あのよくうまく打ってます本当西村選手。あそこの攻防というのは本当うまいですよね。そうですね、本当にギリギリ狙ってきますからね。ここは打ち込んできました、はい、長井優太です。国士舘大学出身の33歳。もうお子さんも結構いらっしゃってね、いいパパなんですか。はい、素晴らしいプレーを見せました。はい、ナイスサーブ。ここはネットにかかっています。はい、連続ポイント永井マルクペア。そうですね、いい形であの、まあ、風上に行ったんですけども、4点差にできたっていうのは非常にあのマルクペアにとってはあの大きいですね、ここはね。9対5、差を4点に広げています。ここでコートチェンジ、グッドサイズに西村柴田ペアが来ました、はい、ナイスサーブ。ここも崩れました。はい、いやー、サーブも強烈ですね。そうですね、あのコートチェンジして風上に移ったんでちょっとまたサーブをミスするパターンかなと思ったんですけども、うまくあのタイミング合わせてきましたね。しっかりドライブかけてきました、はい、はい、あの風上なんでこういうサーブになりやすいんですよね。ボールが前に行ってしまってその風で流れたボールそのまま打つと下に打ってしまうってね、はい、逆にあの今西村選手のサイドの方は長めにちょっと打てば落ちて相手の胸元に行って通りづらいサーブになりますよね。ここはつなぎます。2で返せ、ライトから。ナイスショット、ナイスショット。後ろを通していきました。あの辺りうまいですね。そうですね、強打打つと見せかけて、ラインショットですもんね、はい、西村選手もちょっと一回構えちゃいましたね、強打だと思って。西村ナイスショット、はい、これが西村浩一選手なんですよ ね、 あのね、対空時間が長いからね、ブロッカーもいつまでも我慢できないんですよね。あれでまあギリギリになって終わってあのドロップショットで落としていくんですけども、本当にあの絶妙ですよね。素晴らしい駆け引きを見せています、うん、ここはネットです。これで12対7。ここはつなぎます。ここの攻防は、はい、柴田選手勝ちましたね。柴田選手制しました、はい、この柴田大輔選手も188センチあります、はい、高身長です。ここは拾って2で返せ、マルキブロック、ナイスカバー。
もう一度 TK。 西村が中央からちょこっと、ナイスショット、ナイスだ。ラリー続けれるか。まだ続いて2で返せ。ナイス、ナイス、よく見てました、はい、素晴らしい2返し、西村浩一です。冷静ですね、本当によく相手を見ていないところに我慢して打ちましたね、今のもね。あのあたりしっかり相手のポジション見てますよね。そうですね、はい、一度確認してね、打ってますからね。ここでテクニカルタイムアウトです。ビーチバレーボール、両チームの合計得点が21点でこのテクニカルタイムアウトを迎えます。河合さん、まずはここまでの戦い振り返っていかがですか。はい、そうですね、マルキペアがですね、出だし非常に思い切って若さを生かしたプレーが、ね、よく出てサーブで点が取れましたよね、その辺の3点差っていうのはその辺に出てると思うんですけども、ただ、西村選手たちも、ね、試合巧者ですから、ここからいろんな戦術ですとか、あとはその精神的な、ね、プレッシャーをかけてきたりとかっていうのが上手い選手ですから、この後が見ものだと思います。やはり丸木選手としては去年なかなかこう思い通りにプレーができなくて、はい、その思いっていうのはやっぱり今年出てますよね。そうですね、やはり去年は1年目でしたので、何右も左もわからないままビーチバレーやってましたので、ある意味そのいろんな経験を積んで、大きい大会、小さい大会たくさん出てね、経験を積んだことは大きいと思います。大きく成長してここにまた帰ってきました。ナイスレシーブ、拾います。西村、長い、ここは柴田、ブロック打ち破っていきました。そうですね、ブロックの位置にいたんですけど、間を抜かれましたね、今ね、はい、なかなかね、ブロックの間ってちょっと守りきれなくて、ある程度その幅をつけなきゃいけないもんですから、よくあそこ打ってきましたね、思い切ってね、しっかりと狙っていきました。背後、はい、ここは冷静です。今西村選手がね、いろいろフェイントをかけたんですけども、永井選手よく見てそれに騙されずに打ちましたね、今ね。一度レシーブのところからライン際に今打ってきた方向に一回ワンクッション入れたんですけども、はい、西村、ここはアウトです。これで差は4点です。14対10、永井丸木ペアのリードです。もう一度西村、ここは反則がありました、はい、ドリブルですね、はい、ダブルコンタクトです。ある程度ね、いいトスを西村選手背が低いので、質のいいトスを上げるためにはオーバーセット必要ですからね、ミスしてでもどんどんトライした方がいいと思います。このビーチバレー、左右の手が触れるタイミングが少しでもずれると反則ということになります。そうですね、はい、2で返せ。ここはネットにかかってしまいました、はい、これで差がじわりじわりと広がっていきます。6点です。ここはアウトです、はい、よく見ました。河合さん、はい、この西村柴田ペア追いかける展開ですけども、この後どういうことを大切になってますか。はい、ある程度、その試合を見ながらなんですけども、2セット目にこの点差がありますんで、2セット目の準備をしていると思います。ただ今のようなつまらないミスをしてしまって1セット目を終えるのと、やはりいろいろと戦術を考えて、負けるのとだいぶ違いますので、大事ですね、ここから の、点差、この1セット目ちょっと厳しいんでしょうけども、2セット目につながるプレーをしてほしいですね。さあ、この後のプレー重要です。ここはアウトです。西村柴田ペア、この第2セットにつなげるためにも、はい、どういうプレー見せていくか。ちょっとね、今のトスがブレた分、ブロッカーの柴田選手もずれてしまって、ブロックの形が非常に悪くなってしまったので、もうちょっと柴田選手ブロックの位置取りをしっかり決めたいですね、はい、少しタイミングがずれました。そうですね、はい、
西村打っていく、ここは拾った、つながって、ここは奥です、アウトとなりました。はい、まあ、あの点差がついてますけども、西村選手も本当余裕ですよね、まだね。あの、まあ、2セット目これからどうしようかなということを考えながらビーチバレーやってると思うんですけども、そこまで余裕があるんですね。そうですね、はい、よく見て、あのいろいろ観察しながらやってますよね。長井、ここは逆をつきました、はい、これで長井マルキペア19点目、大きくリードしています。マルキナシムのサーブです。西村左、はい、ナイスショット、はい、ここら辺のやっぱり相手のいないところに打っていく、ね、この技術、はい、あの丁寧に、ね、しっかり合わせて、あのしかもしっかりとドライブかけてね、あの安定ありますよね。2で返せ、決まった、はい、ここはマルキ、そうですね、あの生き生きしてますね、今やりたい放題です。あのこのまま2セット目もつなげられればいいんですけども、はい、表情もいいですね。そうですね、はい、これでセットポイントを迎えました、長井マルキペア。ここはアウト、この第1セット21対14、長井マルキペアが獲得しました。河合さん、はい、このセット振り返っていかがですか。そうですね、やはりあの出だしの部分で、あの連続して得点取れたっていうのは、まあ若手チームには非常に大きかったと思うんですけども、あの最後まで安定してましたね。でまたあの西村柴田ペアの、まあ、柴田選手がちょっとあのまだ落ち着きがないというか、あの、まあ、プレーにあの、まあね、ブレがあったので、ちょっとその部分2セット目修正できればまだまだあの望みあると思うんですけども、はい、本当にこの長井マルキペア出だし勢いに乗りましたよね。そうですね、やっぱり若い選手がいるチームっていうのは出だしがいいとね、そのままふさふさんといきますんで、あのそういった意味ではいい出だしが取れた、まあ、そのきっかけとなった、ね、サーブがね、やはり思い切って打てたっていうのがあの非常に良かったのかと思います。逆にこの西村柴田ペアとしてはこの後どういう修正考えられますか。そうですね、今あのやはりサイドアウトがなかなか切れていませんので、今まであの1セット目とやった手法で、まあ、また臨んでしまいますと同じような状況になりますから、何かこのポジションを変えるとか、あの、まあ、2で打ってみたりとか、あのクイック打ったり平行打ったりとか、いろんなあの試みをしないとなかなか取り戻せないと思いますね、はい、そこら辺西村選手、はい、まあまあ、あの得意な分野ですからね、あの今までもあの負け試合も何度もひっくり返している選手なので、その辺はあの安心して見てていいと思いますけど、はい、その経験を見せられるかというところです、はい、第2セットが始まります。長井のサーブ、西村、ここは明かしていた、ナイスコース、はい、これですよね、はい、あのまあ、変わらずオーソドックスにプレーをしているんで、何か変化をつけたというわけではないんですけども、丁寧にやっぱり人のいないところにしっかり打ってますね、今のも。ライトからマルキ、強烈、これはすごいな素晴らしいスパイクでした、はい、西村選手もね、相当レシーブのいい選手なんですけども、反応できませんでしたね、今のはね、一歩も動けませんでした、はい、ここはネットです、はい、あのいいですよ、あのどんどん強気で、ね、打っていった方がいいですね。ここであの守りに入ってしまうと、あの逆転されるパターンなので、はい、いいと思います、ある程度のミスは。マルキ浮かしていった、ここはアウトとなりました、はい、惜しかったですね、はい、あの今ね、やっぱり西村ペアの方が我慢して若い選手を狙って、やっぱりリズムを崩そうとしているのが見えてますよね、はい、やっぱりマルキ選手を狙っているという、ね、そうですね、はい、まあ、ある程度強いボールを捨てて、今みたいなその逃げに入ったボールをどう処理するかですよね。拾っていく、あ
ここはつながりませんでした。よく追いついたんですけどね、西村選手も本当にあの機動力があって、この反応半端ないですね、はい、インドアのバレーボールの日本代表リベロとしても活躍していました、ね、はい、この西村浩一選手、まあ、このビーチバレーの競技の魅力ですよね。あの、まあ、全員がレギュラーで、あのスパイクもトスも全部やらなきゃ、ブロックもやらなきゃいけないっていうのがね、本当に面白いと思います。ここも西村選手です、はい、今のはディープアングル、あの、ね、守備守っている方の上を抜いていくっていうね、はい、山なりで素晴らしいテクニックを見せました、はい、打っていく、はい、高い、ここはワンタッチあります、はい、あの今の、 あのプレーに関しても柴田選手がやっぱりブロックの位置でるとタイミングが悪いんで、なんかやっぱり簡単にあの得点につなげられてますので、もうちょっとやっぱりしっかりとあのブロックの位置で早めに取るっていうのは大事ですよね。そのブロックの修正というところ、この後重要です。サーブ柴田打っていく、西村ふわりと、ここはアウトです。ギリギリアウトだ。判断は良かったんですが。そうですね。今のも相手のことよく見てね。あの本当にね、西村選手のあのプレーをよく見てみられると分かるんですけども、あの打った球が回転数が半端ないかかってるんですよ。あの他の選手よりもね、何回転も回転数が多いので、まあ、やっぱりしっかり手に当ててコントロールしてるっていうところですよね。はい、今のも非常に、うわ惜しい。ここはアウトになりました。4対5、西村柴田ペア1点のリードです。ここもマルキ打っていく、ここはワンタッチです。ワンタッチあったんですね、はい、長いマルキペアにポイント、はい、あのよく見てましたね。あの見逃しがちな感じのプレーだったんですけど、あの主審国際審判員ですからよく見てました。これがあのワールドツアーの、ね、ホースター以上になると、ええ、あのもう一回あのビデオで判定できるシステムがあるんですけどね。 VAR のような形なんですね。そうですね、はいはい、ここもうまく決めていきました、永井優太。これで6対5、逆転となっています。そうですね、ここが我慢のしどころですね。西村柴田ペアはどう切り返すか。真ん中少し崩れた柴田、はい、ナイスショット。ここはラインギリギリいっぱい入りました、はい、このリズムを掴んでいきたいですよね。そうですね、あのもう本当に今ちょっとあの柴田選手のね、あのブロックの位置取りが悪いんでなかなかリズムつかめてませんけども、ここ1本なんとかいい位置でブロックと飛びたいですね。ブロック、はい、ここはいいです、いいです、はい、今の良かったです、はい、タイミングは良かったんですが、そうですね、はい、あのでもこういう積み重ねなので、あのミスには失点にはなりましたけども、これがやっぱりリズムにつながってきますので、今みたいにしっかりブロックの位置取りを取ることですね。ここはアウトです、はい、これで7対7の同点、コートチェンジとなります。河合さん、はい、まずはこの第2セット本当接戦となっています。そうですね、やはりあの西村柴田部屋ある程度修正していきたい、あとはその我慢をして若いあのマルク選手を狙ってリズムを崩そうというところがよく見えてますよね。サイド惜しい、はい、ここはわずかにアウトです。あのある一人の選手をずっと狙ってサーブを打ってると、狙われてない選手が割とあの、まあ、意識が低くなっていくんで、今みたいにたまにこう、ね、あの狙ってない選手を早めに狙っていくっていうのも一つの手なんですけど、ちょっと惜しかったですね、ミスになっちゃいました。拾います、ここは少しつながりませんでした。西村のサーブ、ここはアウトです、はい、狙い変えてきましたね、はい、
先ほどまでずっと丸木選手だったんですけど、ね、はい、今立て続けに、そうですね、長井選手に変えて、ね、はいはい、まあ、あの辺もよく見てるんでしょうね。あの動きがちょっとおかしくなってきたなとかっていうのを変化を見てサーブの変えてますよね。2で返す、はい、ナイスレシーブ。ここは素晴らしい反応を見せました、はい、これで西村柴田ペア10点目です。はい、ここはわずかにアウト。連続ポイント西村柴田ペア。そうですね、まあ、タイムいいタイミングだとは思うんですけども、やはり連続失点した場合には何か変化をつけるっていうところ、まあ、これセオリーですよね、はい、ただやはりあの辺り西村選手サーブの狙う相手を変えるっていう、うん、あの判断もやっぱり、そうですね、経験持ってますね。それもあるんですけど、ある程度相手が乱れた時に西村ペアのまあ、マルクたちが乱れた時にブロックも一緒になって乱れてしまって、それが失点につながってたので、今割とチャンスサーブを打ってますよね。で相手がやりやすい形を作って、こちらもブロックをやりやすい形にしてリズムを作ってるっていうのが見えてますね。本当にまあ、オーソドックスなパターンなんですけども、いいですね、リズムに乗ってきましたね、はい、第2接戦シーソーゲームの展開となってきました。まずはこのここまで11対8西村柴田ペア3点のリードとなっています。このあと永井丸木ペアに期待するところ、そうですね、やはり変化をつけることですね。今割と簡単なサーブを打たれてオーソドックスにバレーやってるんで、相手がやりやすくなってる、でここで何か後ろに回ったり変化をつけたりすることで相手のブロックがまた乱れ出しますので、ディフェンスも崩れますから、ちょっと変化をつけたいところですね。はい、これも簡単ですよね。テイク、はい、はい、今のは、はい、ある程度仕方ないことですね。まあ、4本に1本ですから、まあ、いいパターン、いいリズムだと思います、はい、柴田中央から、はい、高い、ここは入っています。ブロックの上からうまく打ちました。ここでテクニカルタイムアウトです。両チーム合計得点が21点でこのビーチバレーテクニカルタイムアウトを迎えます。この後西村選手と柴田選手どういうプレー必要になってきますか、このリードを離さないために。そうですね、今だいぶいいリズムになってきましたので、まあ、ある程度、まあ、言い方はおかしいんですけども、いいサーブを打ってサービスエースを取ることも大事なんですけども、今のリズムでいくと相手にいい形でサーブレシーブをさせて、こちらがいい形でディフェンスをするっていうので点取れてますんで、そのまま継続でいいと思います、今の状況でしたら、はい、ここもしっかり第1セットと切り替えができてますよね。そうですね、はい、で対する永井丸木ペアなんですが、はい、どうでしょう。そうですね、ちょっとやはりまあ、丸木選手まだ経験も浅いので、何か変化をつけるってことがなかなか試合中気づかなかったりするものですから、その辺がうまく永井選手がいろいろアドバイスを出したりアイデアを出すことでチームができてくるんですけども、ちょっとまだそれがまだできてないですかね。会話もさほど多くないので、はい、やっぱりよく会話をするチームっていうのがね、いろいろと修正できるチームですから。長い西村2で返す、ブロック、ブロックは打っていく、はい、ここは決めていった柴田ネットギアの攻防も制しました。やっぱりしっかりとした形のいいブロックがね、出始めるとディフェンスしやすくなりますので、得点につながってきますよね。これで差は4点に広がっています。ここはアウトです。追いかける永井丸木、この後変化をつけられるか、はい、サーブで崩したいところですけどね。西村を狙っていた、はい、背後を狙っていく、ショット、ここはナイスショット、はい、落ち着いています西村浩一、ね、マルク選手が今の状況ですと
あの強いボールをブロックする時にはまあすごくいい形でブロックするんですけども、あのようにちょっとタイミングを外された時のあのブロックがまだうまくできていないので、その辺をよく見ながら、あの今のもそうですけどタイミングをずらして西村選手打ってますよね。ラリーが続いています、はい、西村、はい、ナイスショー、強烈です。あのあたり本当にこのふわりとこう落とすボールだったりとか、はい、素晴らしいこの緩急をつけています、はい、そうですね、あのやはりね、あの難攻ばかりですとやはり相手に分かってしまいますので、ああいうあの、ね、直球というかね、速いボールもたまに打っとかないと、あの難攻もか、あもったいない、ここはわずかにアウトです。あの柴田選手にも本当に、ね、何年経っても結構多いんですよね、そのちょっと雑なところがあって慌てるところがあったりとかしてね、はい、この辺もうちょっとあの西村選手がコントロールしてあげられるといいんですけど、ここはネットにかかりました、はい、まあ、何年か前だと結構試合中に怒ったりとか、西村選手がね、そういうことに対してイライラしたりとかっていうパターンがあったんですけども、最近やはりちょっとだいぶ落ち着いてきてね、あの怒るとやはり逆効果だったりもするんで、その辺 あの駆け引きも上手くなってきましたね、あの柴田選手に対する、はい、ここは背後を取りました。16対12です。この第2セットは西村柴田ペアがリードする展開になっています。難しいんですよね、あのちょっと自分のペアをコントロールしたりするとかっていうのはなかなかやっぱりその調子の悪い日もありますし、あのね、あの風向きでやりづらかったりする時もあるんで、その辺やっぱりあのコントロールするのがだいぶ上手くなってきましたね、西村選手もね。千代ここはラッキーを落としていました、はい、ラッキーですね今のは。差は3点です。柴田から西村、ここはちょっとね、やっぱりさっきよりも風が少し強くなってきて、追い風の中でちょっと打ち出ししちゃったもんですから少しアウトになりましたね、やっぱりね。この実況席にいても風感じますよね。はい、やはりあの一つの試合の中でもね、あの風の強さとか向きが変わりますんで、やっぱりそこら辺をうまくコントロールできる人がやっぱりね、あのビーチバレーを制する人なので、今グッドサイドが永井丸木ペアということになります、はい、そうですね、はい、手前側です。永井ナイスタッチ、2でここは広げていく、チャンスになる柴田、ここは逆をついた、はい、あの今のもね、西村選手が早めにあのこっち空いてるよ、こっち打てっていうのをね言ってくれたんで安心して打ってますよね。年の差21歳、それでもしっかりとコミュニケーションが取れています、はい、中央ナイスカバー、はい、ここもカットショットですね。あのね、今西村選手何気ないプレーなんですけど、ネット際の本当に難しいトスにできるかできないかっていうやつをボールをねトスにするんですよ。本当に見事ですよね今のもね。さあ19点目を入れています。背後ナイスタッチ、つなげた、うわー、またか、慌てましたね今のもね。ちょっと気持ちが早あるとね、少し早めに触ってドリブルになっちゃうんですよね。ここはドリブルの反則を取りました、はい、マルキのサーブ、ナイスブロック、ここはブロックすごいブロックでしたね今のは。シャットアウト、はい、マルキナシム見せました。トスがいいから打ちたくなっちゃうんですよね。ナイスブロック、本当にこのチームを勢いづけるそんなプレーでしたね。そうですね、はい、
ここはアウトになりました。これで西村柴田ペアセットポイントとなります。長い、ここは決まっています。まだまだ3点差分かりませんね。そうですね。ただあの、まあ、柴田西村ペアはあのグッドサイドにいますんで、割と安心しているとは思うんですけども、はい、西村ここはわずかにアウトです、はい、今画面手前側西村柴田ペアがグッドサイドとなっています。2はいネットタッチ、ここはタッチネットですね、はい、タッチネットですね、はい、西村柴田ペアに反則がありました。これで差は1点です。西村ここはネットを越えません。20対20、はい、追いつきましたね。デュースですね、ここからは、はい、あの風下にいたんで割と余裕ですとは言ってたんですけども、よく頑張ってますね、あの、はい、長井マルクペアね。ここから先に2点をリードした方がこのセットの勝利となります。西村で時計の攻防、はい、これもね、高さ負けしてないですよね、素晴らしいですね。これ相手が194センチなんですけど、はい、あそこをしっかりと勝っていくという、もうほぼ30センチの、ね、ぐらいの身長の差ありますからね。ここでセットポイント西村柴田ペア、ここも粘りを見せます永井優太、コートチェンジですね、はい、ここでコートチェンジです。ちょっとやっぱりあの後半に来て柴田選手のやっぱブロックの位置取りが少しまた悪くなってきたんで、あの相手のチームがその真ん中から攻撃を今連続してしてきてるんですけども、あのやっぱりトスが少し真ん中気味になった時のブロックの位置取りが悪いので、今西村選手確認してましたけども、だいぶマルキのサーブ中央から柴田、はい、ナイスショット、逆、はい、しっかりとギリギリいっぱい決まっています。これで再びセットポイント、長いつなげます、はい、チャンスになる、ネットタッチですか、タッチネット、タッチネットですね、ここはタッチネット、いやこの場面でもったいないんですよ、いやあのね本当にねちょっと荒いというかそのね、あのもったいないですね、まああの西村選手もタイムも取れないんで今サングラスを拭くというちょっと今間を取りたかったんですよね、この流れが悪くなったんで、はい、ここで一度サングラスをタオルで拭いて間を置きます、はい、はい、あのこれも本当はあの、まあ、コロナ禍でなければ副審ですとか主審ですとか、あとラインズマンがそのタオルを持ってて渡すんですけども、それが今できないので 今ベンチに戻りましたけども、本当はいけない行為なんですね、あれは、はい、ブロック柴田ネットギアの攻防、西村拾ってナイスタッチ、西村がまだつなげていく、つながるラリーが続いていく、ここは背後マルキナシム勢いがありますね、あの本当に勢いでやってますね、しっかりと相手の背後をつきましたそして永井選手からもいけるぞマルキと、はい、熱い声が飛びました。ああまだタイム残ってましたね、はい、ここで再びタイムアウトを迎えます。23対22、永井マルキペアがセットポイントと、そうですね、マッチポイントですか、マッチポイントですね、はいはい、逆転しました。あのここに来て連続してちょっと間の取り方が西村選手らしいなっていう、そのうまいですねやっぱりね、
相手が乗ってきたなと思うときに少しこう気を抜かすというようなタイムもそうですし、はい、サングラスを拭くこともそうなんですけども、はい、今のまま言ってると完璧にもうノリノリで若い選手が勢いでこのまま勝ってしまうというようなパターンでしたけども、本当にガス抜きがうまいというか本当に嫌なタイプですよね相手だったら。でここで一度タイムアウトを取ってこの後また注目ですよね。そうですね、はい、もう勢いに乗っているこの永井マルキペア、さあここにどう対応していくか西村柴田ペア。今マルキ選手からも行こうと、はい、そんな熱い声がありました。マッチポイントを迎えています。西村ナイスサーブ落ちた。少し崩れた。ブロックつながるか。なんとか返していく。西村がつないで、西村おまだつながっている。柴田から西村、柴田頑張った、よく頑張った。ここはなんとか粘りました、はい、いや本当面白い展開になってきました ね本当にちょっとさっきから僕もだいぶその話をしてるんですけど、柴田選手が結構雑なんで今の決まったんですけど、レシーブがもう結構ひどいレシーブで西村選手本当によくカバーしましたね今のはね。素晴らしいカバーを見せました、はい。ここは決めていきました長い。再びマッチポイント。マルキ長いペアはこの局面でも笑顔が出てますんでね、いい形で終われるかもしれませんね。勢いがあります、はい、そしてマルキのサーブ、ここはネットです、はい、ではまあ、これは、はい、弱気でサーブを入れて相手に点数を簡単に取られるよりは、強気で打ってミスした方が今後につながってきますんでね。長いブロック、ここぞという場面で得意のブロックが出ました柴田。素晴らしいですね、はい、今のはセオリー通りの かなりいいブロックでしたね。風は上にいるんで少しタイミングを遅らせてブロックを飛ぶっていうのがね、ビーチバレーの風上のセオリーですからね。ナイスブロックです、この JBV サテライトからのし上がってきたこのブロックが得意というこの柴田選手です、はい、今度は逆に早めに、ここは打ち込んでいった、はい、長井優太やられたらやり返すという。そうですね、はい、かなりパワーの、ね、力の入ったスパイクでしたけども、これで25対25。西村打っていく、拾った。長いブロック。はい、ナイスブロック。柴田選手も乗ってきましたね。そうですね、やはりブロックが出だすとチームのリズムも出てきますので、はい、ここをなんとか取りたいですね。ここでセットポイントです。西村柴田ペア、長い、逆モーションか。ここは逆をつきました、はい、ちょっとね右足に重心が乗ってしまったんで一歩遅れましたね西村選手が。これで26対26です。西村拾って打っていく。ここは素晴らしい反応を見せました、はい、柴田です。再びセットポイント、一歩も譲りませんね。そうですね、今グッドサイドにいますからなんとか肩相手を崩してサーブで。ネット際の攻防、うわここは長いマルキペアに軍配、ね、頑張りました、はい、
永井選手ね、あの高さでは負けてるんですけども、あのボールを触るタイミングですとか、あとボールの引き方ですよね。あのただ押すだけだと負けてしまいますので、一回引いてまた押すっていうね、今のなかなかあのいいテクニックでしたね。レフトから西村、ふわりとここは技ありです。はい、この試合を通じてこの西村選手の小技が効いています。はい、まあ、あの形にするまでが大変なんですけどね、あのジャンプをしっかりしなきゃいけないので、やっぱり背が低いのでしっかりジャンプして攻撃しないと。あ、ここは届きませんでした。再び同点です。コートチェンジですね。ここまで大接戦になるとはという感じですけども。そうですね、あの、まあ、ランキング的に言うと西村柴田ペアのが、ね、あの上にはおりますので、あのどちらかというと有利に試合展開をしていくのかと思ったんですけども、あの頑張ってますね、あの若手チームがね。はい、ここでグッドサイドに来ました永井丸木ペア。チャンスになる、丸木打っていく。おお、西村ブロック。うわー、ここは最後長い。素晴らしい笑顔が出ました。頑張りましたね。あのここで長い丸木ペアマッチポイント。逆転してグッドサイドですからね、かなり有利になりましたね。西村、はい、ナイスイング。ここぞという時にこのベテランの存在感、はい、ね、はい、あの本当にあの緩急ね、加えて本当に相手やりづらいですよ、これじゃ。本当にこの緩急メリハリをつけています。はい、ここは丸木打ち破っていきました、ね、一歩も譲りません。これで永井丸木ペア30点目になりました。はい、いつになったら終わるんだろうという感じになってきましたけどね。マッチポイントです。はい、西村、ナイスイング。ここも西村強烈です、はい、あの丸木選手の、ね、ブロック高いんですけどもね、強打で押してますね、ここに後半に来てね。この時間帯強打を使ってきています西村。中央、あ、ちょっと下がい、チャンスになる西村。長い打っていく、はい、ブロック。ここぞという場面で柴田のブロック、はい、セットポイントです。はい、あのちょっとマルキ長いペアの方がですね、あの疲れが出てきたのか、あの全体的に動きが速くなってしまってトスの高さとかも高くなってきちゃいましたね。少し抑えて抑えて、ワイライセンク、そう、はい、ただまだまだマルキ選手、はい、マルキはね若いんで、はい、23歳、まだまだパワフルなプレーを見せています。西村から柴田、ふわりとつながるか、永井が返します。はい、ここもうまいですね。ここで再びセットポイント西村柴田ペア。もうこの辺になってくると僕らでも何点でコートチェンジだったかなって分からなくなってくるんですよ ね、 もね。はい、ここまでのデュースの展開ってビーチバレーの試合でありますか。まあ、まあたまにあるんですけども、あの本当に混乱しますね。なあれこの点数でコートチェンジだったっけみたいなね。今選手少し戸惑ってましたね。そうですね、はい、あ、手振った。ここはブロックアウト。はい、
あのね、あの今柴田選手がブロックの際に手を振ってしまったんですよね、あれはちょっとダメですね、やっぱりね。点を取って取られて同点です。西村、ここはアウト。再び長い丸木ペア、はい、マッチポイントです。分からなくなってきましたね、本当ね。さあ勝負のサーブは長い。チャンスになる。2で返した。はい、ワンタッチありましたね。柴田、はい、ナイスショット。ここ落ち着いています。いや本当乱れませんね。ねえ、あのいい形ですね今ね、はい、お互い一歩も譲りません。はい、ナイスイング。長い雄たけびが出ました。はい、あのちょっとやっぱりね、柴田選手のブロックの位置取りがね、また少し悪くなってきましたね。はい、あれはもうブロックできる範囲のコースですからね。長井丸木マッチポイント。はい、ここはナイスブロック。ブロック決まりました。最後は丸木ナシム、この第2セットもものにしました。この試合勝ったのは長井丸木ペアです。いや河合さん、はい、本当に壮絶な戦いでしたけども、ね、ナイスゲーム。振り返っていかがでした？やはりですね、あのちょっとね、長井、あの丸木選手がまだ、まあ、ビーチバレー始めて間もないということもあって、あの安定感がない中で、ただ今日はよく我慢して、最初が強気強気で、あのまあ去年この大会でね言われたことをしっかり意識して取り組んだのかなということは感じられました。あの非常に将来楽しみな選手なので、ね、この後の準決勝に関しましても、あのまあ今日ぐらいのレベルでやっていただければ、あの上位チームとも対戦できるんじゃないかなと思っております。西村柴田ペアも本当にこの第2セット終盤粘りを見せたんですけども、そうですね、はい、あのまあちょっとやはりあの柴田選手の今日ちょっとね、あの前半を通して、あのまあなかなかあのコントロールがうまくできなかったというところの中で失点につながったことが多かったので、まあ、あと2週間あの代表決定戦ありますので、あのその辺修正して、またあの、まあ、ベテランですからね、西村選手、あのここに戻ってくるんじゃないかと思っております。はい、長井丸木ペアが明日の準決勝へ切符をつかみ取りました。解説は河合千佳さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。実況担当は田中大輝でした。この後も1回戦続きます。